おはようございますこの1週間ですねゆっくりとあこれ外していいですねはいあの1週間あのゆっくりとあいろんな話ができるととても楽しみにしてましたですねもうあのほんと数年ぶりですねあのここで教えてるんですねまあ 札幌私たちエブリネーションチャーチ札幌はありますので、まあ、コロナの前でよく来ていましたね23回ぐらい来てたんですけどもいつもここで泊まっていてそして場合によってここで皆さんとあの先輩のみんと会うことができて今日も横浜の人も多いのでうれしいですねじゃあ今日大阪弁じゃなくて横浜弁でしゃべるから、いいじゃんね。 横浜一番長いですねも,う横浜も今38年目ですね日本も41年目ですがあの実はですね私あでいろんなストーリーが出てきますけど1981年もうあの選挙手として始めてきたのはこの札幌でしたですね。 そして、まあ、今、エブリ・ネイション・チャーチャーあの時ベテル・クリスチャン・センターという名前だったんですけれども,もう開拓1年ちょっとだった二2年ぐらいだったんですね、そしてその宣教師の、まあ、同じ私、グアムとそしてハワイから来たんですけれども、その宣教師手伝いに来たんですね、でその人と一緒にあのちょうど梶川先生と典子先生がクリスチャンになったばっかりだったんですねだから私たちは同じ年齢ですね。 だか,らもうそのだから日本の中で一番古い友達は梶川節生ですねだから41年のご夫婦と付き合ってそしてもう本当日本語全然できなかったあの時ですね大学で勉強したのにもうっただったんですねだ言えるのはいくつだけだったんですねいつも同じ質問ばっかり練習したんですね どんなスポーツが好きですかとかと梶川先生いいつも答えてくださいどんな食べ物が好きですかとかだから、まあ、ちょっとあの先生私のことすごいあとで多分いろんなエピソードが出てくると思いますけれども長い長い付き合いですねグリコ先生ご夫妻と、まあ、ここに行った先生たちと昔からですねもうこのグリコ先生がこの学校始まる前にですね私たちの。 あの時の時ベッテルに先生時々来ててもうあの本当お世話になりましたはい私があの今週ですねあのここでまあ4日間ですね毎日2時間で話すなるべくまあ精霊様どんなふうにチェンジする可能性あるかもしれないけどあのまず最初の1時間 ちょっともう内面的なもう少しデボーションみたいなまあ最から、まあ、これが一年の最後ですねだから心の話でいいきたいと思いますそしてあの休憩して最後の1時間ちょっとサブジェクトチェンジしてまあ牧会開拓教会のリーダーシップについてあのもう少し実際的な話でいきたいと思います。 そしてまあこれはあの皆さん聞きたいことがあれば、まあ、最初ちょっと遠慮してるかもしれない遠慮なしで聞いてくださいなぜかこの質問があるともっと皆さんが知りたがっていることが出ますのでだからあの何か聞きたいとかこのことについてどう思っているか。 そして、まあ、あの何でも聞いいててくださいそしてあのもう一つはできればあの毎回毎セッションでちょっと終わり頃に泊まって一緒にディスカッションをしたいと思うんですねだからあの、まあ、2人3人でもしかしたら質問を出してでちょっとそれ話し合って、まあ、場合によって発表を聞きたいですね。まあ、それどんなこととが言ってたかと それだったらもっと面白くてただの私が一方通行こ全部パッパッ,ッ言うんじゃなくてみんな聞くことができるようにいいなと思います。はいまあ、まずですねあの私の,あのやはりこの宣教師とか牧師の働きずっとやってたんですけれどもけどどこに行っても私一番最初に言うのは私は一番神様ですね。 けど2番はやはやり家族です、ね、あの時間とかそうじゃないかもしれないけど優先順位の中で家族もう本当それが特にクリスチャンのリーダーが今まであの一番私が見た失敗はそのことがちゃんとやってなかった人ですね。あのもうミニストリーの方が優先順位入れて その後で本当大変になりますのでだからそれを頭によく入れてください本当家族大切に大切すればするほどミニシティもっと効果的になりますそしてやはりノンクリスチャンの人々それを見るともっと伝道の一つのポイントとなりますのでまあこれ私の家族ですあのちょうど秋今年の秋頃ですね 横浜の人何人何いるんですね,ね横浜の磯子に住んでる私ですねだから磯子台ですね磯子駅からあの上に行って昔もう横浜の人はあまり知らんけどこのプリンスホテルがあったんですねでそこで今大きな公園とマンちゃんができてそのすぐ隣に住んでるんですねであのまあ梶川先生言ったようにかなりいいですがあの 家内は実はここで札幌で出会ったんですね。もう彼女の弟はあの私と梶川先生と同じ教会のま大学生だったんですね。酪農大学で獣医の勉強をやってたんですね。で、彼があのまあ、クリスチャン。若い時からクリスチャンで。 で彼が本当ちゃんと教会行ってるかどうかお姉ちゃんが「会いに来ましたです、ね、ちゃんと教会行ってるかい?」とか言っててでその時私が知り合ったんですねもう長い話短くするともう多分後でもっと詳しい話出るかもしれないけど結婚するようになったんですねだから梶川先生も会ってそして家内の弟と会って。 やはり私がこの札幌私札幌なかったら私がここにいませんので大好きですはいであの真ん中は長女ですね長女があの今まあ教会の働き一緒にやってるんですけれどもまあメインがお母さんですね子供二2人がいるとで隣が真ん中があの 私のギリの息子ですね彼うちの教会高校時代で救われて彼、まあ、お父さんは日本人お母さんはコロンビア人ですねだから今日あのペルーとか来てる兄弟いると聞いても彼連れてきてよかったね一緒にスペイン語でしゃべったりとかあのだから同じ日本語英語、まあ、あのインターナショナルスクール行ったのでだから英語も日本語もスペイン語もしゃべられるんですけれども彼が あの大学あのアメリカ大学卒業し帰ってきて日本のコンサルティングの会社で何年で働いてでやはり神様の導きで牧師になりましたでもう今も78年ぐらいですか私たちのあ、ま、後で出てくるこのエブリネイションの一つ大きなビジョンは大学生ですねだから彼がもうフルタイム大学生伝道をやってますですね 神奈川大学と関東学院大学とそしてまあ来年からもう東京でいろんなところで同じようなミニスティーを続けてあ後で出ますけれども,もうそして、まあ、あの一番皆さんのに言ったら右の方があの次女ですね次女アイリーンっていう子ですね愛と隣ですね love your neighbor という。で彼女があの 彼女とお姉ちゃんが日本の大学両方出てたんですけど大学卒業して彼女がシンガポールの会社働きに行きましたですねでそのシンガポールの教会私たちそこも教会あるその教会も行きながらあのその一緒に働いてる男性と会って結婚しましたですね e r v ィ n そして彼女が今ポーという名前ですねだからチャイニーズネームになってる娘もいる。 ね、そして結構インターナナショナルですねもうコロンビア日本関西関西インターナショナルじゃないけど <laughs> あアメリカあのシンガポールですねで実はあの,あの2年前ですねあのちょうど結婚式が4月5月でやるはずだったんですねでコロナになった私たちがもうタイ国に行こうと思ったね あのシンガポールから私たちからまたハワイとアメリカの本部からみんなタイで結婚式しましょうとねもちろんダメだったんですねけど6月もあの最初じゃあパンデミック終わるまで待ちましょうと言ったそうやったらわからないですねだからあのもう結婚したんですねけどあの時もうシンガポールすごくクローズドだったんですねだから彼女があの彼の家でですね 彼,彼のお父さんお母さんおばあちゃんお兄さん夫婦それだけ Zoom の結婚式やりましたですねだから私たちがその Zoom を見ながら結婚式を参加ができて牧師も Zoom だったんですね不思議なもう一生忘れられない結婚式ですけどそれ終わったらすぐですね彼女があのその仕事終わって今私たちのエブリネーションのシンガポールの教会で 働いいてます,です、ね、だからうちの子供みんな献身、その仕事私と同じように仕事していますのであのそれが、まあ、自慢ですね、はい、自慢ですそのことですはいまあまた写真があるとこれが私の奥さんですねあのディズニーなんとかディズニーワールドフロリダでちょっと大会があって それがあの私、孫二人がいるんですねだから上がケイラちゃんですねそして今あの幼稚園ですねで下の方も保育園あの本当お父さんと同じ名前ケイスケけどあの英語の聖書の名前も付けたジェットローですね聖書のジェットローがいるでしょだからジェットと呼ぶんですねだからいつもホーッジェットみたいに走ってます。これ 去年ですね今もう3歳ですけどね上の子が6歳です、はい、でこれが自情結婚したですはいあのこれが私たちちょ,ちょっと自分の段階について説明しますけれども、まあ、197879年ぐらいですね最初宣教師を送り出して札幌ですね札幌最初私たちの教会 でその教会から私が、まあ、東京に行ってで東京の方で横浜の教会を作ったんですね。で横浜から東京横須賀そしてあの静岡の伊豆そして島田とかあの静岡市とかあのこの,あの学院とすごいつながりあのミルトンマックス・ミルトン先生が高崎の方でだから今私た8つの教会で、ね。 あの全国にありますがあのこれ、数年前であの一緒にリーダーたちの集まりですねそして、まあ、見ると真ん中で梶川先生夫妻がいるんですね、はい、この何年前ですねじゃあ、Where's w o l l y と同じですね、はい、見えましたか、先生左の真ん中ですね。 実は私この写真見ると不思議なこと私あの時いなかったんですねだから私があで誰かペーストつけたんですね <laughs> 一番後ろですね見たらあなるほどはい余計なことやめましょうはいはいそれが私の危ないことですねはい次あれかなはいじゃあ今日の話いきましょう今日あの アブラハムのところから毎日大体人物のところを見てデボーシュンに行きたいと思うんですねあの。今日このアブラハムのところから聞きたいですね。皆さんにこの成功の秘訣ですねこの英語でで「keys to success」を教えたいと思いますですね。 この40何年間このミニストリーをやっているとすごいあの私にとって3つの大切なことを教えます、まあ、一番神様があなたに召されたことを知るやはりこれが人生の一番大事ですね 神様はあなたがこのことをしなさい。あなたの人生、このものですよ。こっちに向かいなさい。これがあなたの「Way」です,というです、ね。で、あの2番、もう神様があなたに召されたことを行うです。深いでしょ知る、そして行うです。 まあ私結構シンプルな人間だからあまり深いことを考えるとすぐやめちゃうだからなるべくシンプルですね神様何私がしてほしいのか、ね、2番はやはりそれをするんです3番は何だと思いますか2番と同じですよはい「あの神様があなたに長い間ですね長い間召されていることを行い続ける」です これだったら覚えられるんですね。<laughs> ね10で,ではない10ポイントじゃなくて3つだけです。そしてその3つだけで本当は2つだけですよ。ただ続けていくのはとても大切です。はい。それが今日一緒でいきたい。あのまあ後でこのアブラハムの話いきますけどまずこれもう一度見てみたいと思いますすね。あの人生の成功をするのは あの結婚してない人ですねもしかしたら結婚すると成功しますとそうではないですよ経済が安定しているとそうすると成功してますともちろん私はそれはな,な,ないと思いますねそしてまあ教育とかいろんな地位を上がることではなくてまあなんとかゴールを作ってそのゴールまでいったら 成功しますということと考えるんですね。けどそのことないですよ。そうするとゴールがその目標が偶像となってしまう。目標が人生の鍵ではないですよ。一つだけですよ。神様こうしなさい。そしてそうやると成功しますですね。あの 本当の成功するのはまあ、この絨毯見るとわかるんですねこっちがちょっとピンクピンク真ん中が赤いですで人生の成功するのはただこの赤いはどこにあるのかこの上にずっと歩いていくということなんですそれが成功するんですまあ、英語で way ですね、way、まあ私たち親がね、ここでお父さんお母さんいるんですね 神言書いてあるんです、ね、Raise up a child in the way he should go、ね。子供が正しい way、正しい道を育て行きなさい。そうすると大人になったらそこから離れませんと、神言に書いてあるんですね。その way はやり方ではない。その way は神の道を立つことができるように教えなさい。 もちろん後で子供右行くか左行くか子供の,の判断ですけれど親がその道がはっきり見せてあげると子供が成功するだから天のお父様は私たち同じようにウェイを見せたいですよどんな道であるのか見せたいのですですねだからもう私たちがやはり何のために生きてるのかそれが理解しないといけないんですね メですかだからあの、まあ、同時にこれ続けていくのは大切ですね。私があの先生先ほど紹介の中であのゴアムという島に育てていました。実は父も宣教師でしたですね。でまあ日本だったら改革派という。 あの教団あるですね私はクリスチアン・リフォームの,の宣教師の息子さんでしたでもうあの父が牧師じゃなかったクリスチアン・ビジネスマンだったけれども50歳で牧師あの宣教師になったんですねだから私たちのまあ8人兄弟ですね私7番目ですがだから下の方まだ家にいるので私まだ中学の時からもうアメリカに住んでて もうアメリカのすごい綺麗なモンタナみたいもうほんとか北海道みたいなところに住んでいましたですねけどその13歳の時からもうゴアムと行きましたですねでそのモンタナはもうほとんど100白人だったんですねけどゴアムに行ったと私の学校の中で白人2人3人しか行けなかったんですねもうカルチャーショックだったんですね、まあ、みんんな英語喋るんですけけれどもあのけども こうもう大変だったんですね最初頃けどまあ,あの中学高校ね一つの目標あったんですねもう大学アメリカ行きたいですアメリカの大学行きたいですでアメリカの大学一つの合格してもう高校を卒業してやっとこの島から出るんだと思ったもう綺麗な島全然嫌なところじゃない綺麗なところですよ で私そこ行こうと思ってそしていろんなことがあったんですがダメとなったんですねそのアメリカの大学行こうと思ってもうあの経済いろんなことがあったけれどもけどででで大学があるんですねでその大学行ったら全部ただですね。あの私の私やはり その大学やっぱり老後人が残ってほしいので、もう国が出してくれたんですね。そして毎月お金いただいて、だからまあその大学行くようになりましたですね。もうあの、けどその時ですね、皆さんね覚えてるですね。18歳自分がどんなことがあったかわからないけど私18歳でこれからすごいことなるぞと思ったね。私どれほど立派な金持ちになるんだと思って、ねそれ急にその行く道がポ,ーポン 行かれないということになって、だから私がどうちって言うとあのあの十八歳私結構結構暗いの人だったんですよ。でだから私がもう頭の中でこれ私の人生のもう英語の言葉ミディアクティですね。本当妥協してもう本当マイヤーみたいな人生これからなるんだとか。 多分死ぬまでこのちっちゃい島に住まなければならないなと思ったんです, <laughs> ですねそしてちょうどに大学始まったんですね3週間後ですが大学の中であの友達が私今でも牧師をしてくださったウェブ先生という人に紹介してくださったんですでその先生すごいいい人なあと思ったんですね だから彼はエブリーネイションその,あのグアムの教会を開拓中だったんですねで友達がその教会行きましょうか見に行かないかそこに行ったんですねでもうその教会に行ったと数週間後ですが日本からですね九州から4人の日本人の先生とそして一人の宣教師 レオ・ケイラーという先生ですけれどもスティーブン・ケイラー先生ここで教えた彼のお父さんですねもうこれも50年近く前ですけれどもね478年前ですけど彼らゴアムに来たんですね私たちのちっちゃい教会にそしてあのその教会30人が行ったかどうかわからないんですけれどもけどそこでその九州の先生が精霊のバプティズムのメッセージをやりました で、私がその一番後ろで座っててで彼その、その夜ですね、みんなに来てこの子で聖霊のバプテスズムを受けて人手を挙げてくださいで、全員手を挙げたんですねで私がもうクリスチャンだからはい、私も思ったんです。まあ とにかくその先生が「聖霊のバプティズム」「行伝の日照からずっと聖霊を受けたんですね救われた洗礼聖霊」とかそのようなやっぱりこの聖霊のバプティズム特別な体験ですよとかそのような話を聞けば聞くほど私がやはりクリスチャンホームですね日朝学をずっと行ってた私も多分その教会の普通のメンバーよりよく聖職してた人ですよ。 でけれど彼がそれ全部説明した時が私びっくりしたのはこれ初めて聞きましたです、ね、で彼が最後の方に「この聖霊のバプティズムまで受けてない人がいますか?」と聞かれたと私は手を挙げましたです、ね、でみんな私を見てたんですね、はい、私しか受けてないと分かってただからおい島に来てでその4人の日本人の牧師宣教師そしてその開拓牧師 彼のの協力の副牧師みんな私のあちこち手を置いてました、ね、だから今考えるとですね彼ら何のためにこのごアに来たかと多分頭の中にあったこの小さい教会お金を出してここに来たら何も身を見てないんだやっと一人が来たんだみんなもうあれほどやったもうそのその夜もう聖霊様が私の上にあの下りましたですねもう もう本当この「聖書と同じような体験がありましたですね。自分のもう頭から足までもうパワーね神様のもう改革派をしてる人をしてるんですけれども感情を出せないんですよ。ね。特に私の家族オランダ系ですねヨーロッパの北の方があんまり感情を見せないタイプですね。けどその夜ッ涙から本当に日本の漫画見たりパワー 涙が、ね、鼻パーッと鳴ったともう泣きながらがでもう止まらなくて止まらなくても,もうみんな喜んでくださいまして、ね、その夜どのぐらいそれ続けてわからないけどその夜私の人生が分かった道があるんだということが分かった。 私ががその道がもう神様あの時宣教師になろうと思ってないけど今考えるとあれほど日本人が動いてたから神様全部アレンジしたと思うんですけれどもけどその夜神様私もうその夜帰ったお父さん大学やめます」と言った「ちょっとちょっとちょっとち,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 ちょっとちょっとちょっと」ねだから、まあ、ウェブ先生のところまで牧師に行った私大学もやめて聖書学校行こうと。 ちちちょょょっとっっっとととまず大学終わってからやりましょうと、ねまあ、それはよかったなぜかその4年の間にもう友達みんな教会連れていったんですねそいろんなや,やはり一番救われた時一番火がつけてるでしょ伝う電導電導もうその時大学あの進学行ってたらもったいないなと思ったねけどそこがその4年間すごいいい経験できましたですね。 そして3年の時ですけれども、まあ、あの日本の私たちのつながりの,あの広島県の教会がありますですねで。小さい開拓中のフィリップ・スタンリーという宣教師先生が開拓した教会三好市という町ですね知ってる人がいるかもしれないけど広島市じゃないです結構田舎の,あの島根の方近いですね。 でそここで夏手伝っってくれないいかということうがあっただから私と一人の大学の友達で「行きます!」と言ったんですねまあ大学あの休みのでもうこのような経験があったらいいなと思った日本の主に全然なかったんですねで彼と一緒に来たんですねでそれ毎日チラシを入ったりその教会の工事やったりとかそしてもう本当日本が嫌いだと思ったんですね。<laughs> もう食べ物合わないし、そしてあの頭どこで行ってもですねぶつかってたんですね。<laughs> とかもう遠いあのあの時代の遠い全部あれでしょとか、あのそしてまあ広島の夏暑く,暑くて暑くてクーラーもなしとかあのもうあこれ60日間まだあるんだと思ったぐらいですね。そしてそのあの教会に一人の青年が 毎週土曜日の夜バス乗って来てたんですねでそのバスが2時間以上かかったんですねで彼がその土曜日の夜私と友達と同じ部屋で泊まってそれで絵杯出てで夕方ぐらいもう一度その2時間のバスを持って自分の町に戻ったんですねで私がそれあの彼英語結構できた人でしたねだから彼に質問したんですねあのどうしてその自分の 町でで教会行かないですかこの遠いところまで来た、うん、彼が「実は私の町に教会を見たことないです」と私それショックだったんですねだから玉の中で「何というちっちゃいところ住んでるかなそこ大学はあるか?」と宣教師聞いたんですね「彼どこに住んでるんですか?」彼が島根県の松江に住んでるんですよ「あ松江何かすごいちっちゃい町ですか?いいや」い もう何十万人がいる町ですだから私住んでいた町より何十倍ぐらい人がいるもちろん松江教会ないわけないですけれどもただ彼がその教会を見たことがないとでそのことでショックだった私ですねこの優れてる日本教会ないなと。 やはりやっと20歳の私の頭でそれが分かった教会ないなとで神様にいろんなシチュエーションを使ってその夏で読んでる本とか自分でデボーションの中でその宣教師の話を聞いたりその青年の話を聞いてそしてそのある夜ですね三好で川があるその寝られないのでその川のところで座って神様私にあなたがいつかこの国に帰って 教会作りなさいという思いが私に強くきたんですね。みんな違うでしょうけど私の場合ははっきり日本で教会を作りなさいというそれを聞いてもう日本急に好きになってきた <laughs> もうやはり国じゃない日本人好きになる そしてゴアンに帰って、まあ今度四年生に入る前だったんですけどね、ボクシングで私大学辞めようと思ってるんですね。もう選教師になります。彼ちょっと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 ,ょっと <laughs> <laughs> まず大学ちゃんと卒業して、ちゃんとのいけるような言葉も覚え始めなさいと言って。 だからまあちょっとだけ日本語の勉強始まったり大学ちゃんと卒業してそして教会の検診そしてまあ検診と言いながら学校の先生になったんですねだから学校を教えながらやはり生活するためにあの私は生物の先生だったんですねだから生物を教えながら教会の生活をしてそして2年後あのハワイに行ったんですねハワイもう一度とハワイがメインの教会だったので。 そこでもっと訓練を受けてあのハワイ大学でもっとその日本語のクラスに入ってそして1981年こっちにあの選挙士として飛行してきましたまあ長い話をした理由はなるべく自慢ではないように <laughs> 道が分かった自分ですね道が分かりましたでは皆さんあの自分の 道が分かってる人もいるしもしかしたらまだはっきり分かってない方もいるかもしれない、まあ、か大一番大事に分かってるこの道乗ってるんですイエス様に乗ってますけどこれから何をするか分からないんですねとかそれ大丈夫なぜかあなたがメインの道乗ったので続けていくと 必ず神様がその正しいドアを開いてくださいます私の場合はただの選挙旅行だと思ったんですねけどその選挙旅行に行った時ドゥンドゥンドゥンいろんなドアが開いてどうすべきかはっきり分かりましたですね皆さん私がやはりあのまあ、アブラハムからいっぱい習うことができると思います ちょっと彼が今私が話していることと似ていますのでじゃあ,あの聖書読みましょう聖書読みましょうこの,あの12章1節から、まあ、一応1節から7節まで読みしましょうねでそこでいろんなちょっとコメントして、まあ、聖書学校だから皆さんこのストーリーよく知ってると思いますのでちょっとこれが適用して今日の未知の話でいきたいと思います。 はい、じゃあ皆さん大きい声で読んでいただきますか？はい、州はアブラハムに言われた。あなたはあなたの統治あなたの？ アブラムは衆が作られたとおりに亡くなった。ロットも彼と一緒に。 まあ最初のポイントに戻りますですね。でアブラハムの何をすべきか覚えてくださいですね他の歌手がアブラハムのお父さんハランですね彼が偶像を礼拝する人だったんですね,ねクリスチャンホームじゃないユダヤ人じゃないですね まだこののヘブルの宗教はないですよけど神様がこのアブラムを選んでくださいましたですね。そしてこの偶像の完全にもう神がいない結構あの悪の社会から神様が彼を選んで出てきなさいと言ったんですね。でおっしゃった言葉はまあこうですね。Go! Go! そうですね、まあ私たちがこの「創世記全部読んでるからけどアブラハンまだ読んでなかったんですねなかったからですよ <laughs>、ね、彼がゴ「ゴどこに「ゴー」というかとでそれも見せてくれないですねただ君に「見せるところに行きなさいこれから見せますよと」と地図出してんじゃないんですねこれからの場所に見せてあげますということが言ったんですね もう私があのこのことを考えるとですねびっくりするですね神様だいたいみんなはそうですね全部のこれが A ですね A やってこの B になるよ C もなるよ全部まで全部説明パン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 そういうあたり誰でもははじゃあこれがあの地図があるとかこのようなリストがあるかはい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 やりやすいけど大体神様がただ えーやっと来たと、まあ、そのうちに B を見せてくださるんですねなぜか神様を願ってる人はやはりこの信頼ですね神様とちゃんとつながってそしてこれがもう大きい字で書いてること頼る人ですねやはり自分ではないこれが皆さん年寄りのおじいさんの先輩があなたにいますね <laughs> 自分ではない全部神様ですねだから神様がこの頼る人を使いますですねだから皆さんこれがアブラハムに見せていましたですねあのそしてあなたがそこ行けばねどんなふうに言くことを言ってないるのただ行けば教えてくださったあなたが祝福となるでしょうそして君も祝福になります 大祝福が来るよ、ね、ど,どんなふうにどこに行くかまだ分からないけど結果が祝福ですよ。もうこれ何回も言いますけれどもゴールはは大事ではない道,が大事です道で歩いていくアブラハムが祝福されてます。 カナンに行く前にイサク生まれる前にイサクはラあのレベカと結婚してヤクブができてイスラエルができたということじゃなくてただアブラハム自分の道で歩んでいることができたと成功していましたまああのどんなふうにですね神様がアブラハムこの最初の伝えたか,か書いてないですね書いてない。 けどちょっととモセのことを考えるんですね。盲セがいやすごい目的のために生まれた人ですねパロの家の中で育っててそこですごい失敗した40歳それで人を殺したで砂漠砂漠にあの逃げてしまいましたですねでそこで40年間何にもただもう羊の世話やってたんですね そしてある日突然ですねちょうどこのストーブみたいにもっと燃えてると思うんですけれども彼がここ歩いてとあこれは何だろうでそこでモーセの人生の中で一番大事なことになりました彼が英語の聖書こう,こう書いたの「He wondered」「不思議がってた」「不思議がってた」「んです。本当こっち行こうと思ったけどそれを見て不思議がった」でその不思議がったのおかげで彼が ターンですね、曲がってでその曲がったその「turn」のおかげでもう全世界の歴史が変えられたんです皆さん神様が私たちの人生の中で時々そのような「w ン n d が与えられるんですよでその「w ン n d が止まって見てそしてドアが開くんですね私の「w ン n d がもうその島根県から来た大学生でした ね、それがあったからちょっとワンダになりましたでここの猛省のがこれを見たんですねだから皆さん私たちアブラハムそれが何があったかわからない後でもで天地が来て来て,てもしかしたらイエス様自身も来てたという考えもあるんですけれどもまあとにかくアブラハム何かあったので神様と出会ったんですよだからその行くようになりました まあここ行ったらすごいあの,あの一つの私の,あの墓会の中いつも使っている例を使いたいと思いますねどんなふうにその「ウェイ」が分かるようにですねもう今ウェイを載っているんですけれどもここ右行くか左行くかね皆さんこの人結婚するかこの仕事を取るか まあここでもしかしたら将来開拓はここでするか、ね、このミニスティーをするかどんなや,やはり多分みんな今すごい祈っているところなんですねでこの人生がどうしたらいいのか自分が分かってたるかもしれないけどこれから導く人のために皆さんこの,このレッスンを教えてあげたいと思うこれすっごい私助かりますそして若いリーダーたち若いクリスチャンたちいつもこれを教えてます。 ここがあのもう思いつきとあなんだっけく書ですね。説明しますあ先ほど言った私、ゴアムに住んでいましたですね。だから、ゴアムで私、一番好きな趣味は夜にあの槍を持って魚を通るんだったんですね。まあ、島に住んでいるそのようなあのフィッシングが好きだった。 こ,このフィッシングじゃなくて本当入ってやるんですねで一番やるのは夜だったんですね夜とやっぱり魚が寝てるのであのすぐ取れるんですねだからもう怖いことは怖いけどもう若いからみんなアホだからやりましたねでお兄ちゃんが船を持ってたんですねラバーモーターがつけてでそこであのアプラハーバーですね港から出るんですねでその出てもう終わって もあってそこで大きなのリーフがあってでそこでダイビングをしてチョコ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 やってでもう一度船に戻ってで港にもうろうろうとするんですねけどまあ港が大丈夫け着るのか港の右と左が大きなサンゴのもう波が多いもう本当危ないところでしたですねリーフスあったんですねだから昼だったらちゃんと見えるけど夜見られないんですねだからこのまあ あの船がが入るように4つの灯台が置いてありますだからまあ灯台ですけどだから灯台が一つ例えば一番後ろ一つ真ん中一つここもう一つでちょうどその港に入るところもう一つあるんですねだから船がここから来てるとまだ1234全部見えるんですねけどあるところに来ると1234全部並んでるんです。 そこで船が左に行ってシュッその港に安全に入ることができました。ね、だからその4つの灯台を考えたと私たち同じですねまあこれはただのまあコーチのためですね助けるためにおいしょこの4つですねこの4つはもちろん一番はこの言葉ですね やはり神様がこの御言葉を通して私たちがどうすべきかを教えてくださっているんですねまあただそのレーマンばっかりじゃなくてですね本当のロゴスですねもうこの人と結婚していいですかとかもう未信者と結婚してはいけないとか言ったらあそうね御心ではないですとすぐ分かる御言葉がはっきりいろんなことをはっきりするとそこに従っていくのは当然けどそれだけじゃなくてもうレーマンもなるんですね。 私日本に来た時そのローマの,の中ですねそのもう彼らが福音を聞かないとどんなふうに救われるのかとその聖書の御言葉を言んでうわー涙が出たんですねやはり私にとってそれ一つのレーマまあとにかく一番は御言葉です 2> であの2番はもうこれも聖書的ですが平安ですもう聖霊の平安ですねもう平和があるとやります平和がないと やらないですねも,うもちろんこれ平和というちょっと,ちょっとね感情だからちょっと分かりづらいですけどけど皆さんな分かるね自分の中で、うん、これやるとただの自分怖いからじゃなくて平安がないですけど逆にこれおかしいですけれどもすっごい平安が来る。でクラス書いてあるでしょうね「神様の平和があなたの心を見張りをしてくださるんですね」。 本当の正しい道で歩むように、まあ、今言ったら当然ですね。けどこの3番もすごい大事ですね。神様がやはり私たちそれぞれの教会に入れているんですね。そしてやはり聖書の中でこの牧師リーダーそのような人たちがいるんですね。ある面親もそうですけれどもあのやはりそのアドバイスを聞くですね。相談して もう上のや,やはり信頼しているとこに同じあなたと価値観信仰を持っている人と話しているとその人が「それがちょっと駄目ですよ」ね「スコットちゃんとまず大学卒業しなさい」と「ちゃんとこのことやってからいいですよ」とかでそのアドバイスのおかげで私は思い込みではなくて。 見心は見心けれどもタイミングとか日本やっぱりこのアドバイザーが必要です残念なことがあの日本にね多くの日本のキリスト教がアメリカから来たんですねでそのアメリカ人がものすごい独立性があるんですもう人聞きたくないです自分と神様ですとかけど聖書は違うんですよやはり聖書がやはりこのイスラエルの文化 もうその中途ある面でもう少し東洋的な考えですよやはりこの自分の親自分の先輩みんなもちろんみんなのコントロールではないですけれどもけど聞く耳を持っていくのはとても大切ですだから皆さんぜひそれも自分のためもそうですけれどもこの導いてる子やはりそれ導いてけどそれするためにまずすごい信頼関係がなければ逆にめちゃめちゃコントロールの人になってるな でその4番はやはりもう全部の条件ですね条件です、まあ、私がこの日本に来るともうまずこの札幌の教会あったそしてその札幌の教会私受け入れるんですそしてもうホワイトの教会お君を送りたいですそしてもう全部もう本当神様のタイミングでラインナップした だから日本に来たんですね。だからうちの家内が私と結婚した時同じですねもう最初まあこれこの写真を見せたいですねこれ18歳の私ですねで18歳まだお愛いだったけど234ぐらいだったらちょっともうあんまり いいいいじゃない顔だだったわからない梶川先生聞いてくださいけどとにかくあのこの日本に来てで彼女が会ってたんですねもう,あのもうちょっと知り合って私もう大阪も行っててでもうすごいこの人と結婚したいっていうすごい思い来たんですねプロポーズしたんですねで彼女が最初もう NO! <laughs> もうあれはっきり言わなかった私がこれに言って「見心であれば私と結婚しますか?」と言ったね「見心であれば?」と言ったね <laughs> けどその私にとって「その見心であれば?」は「<laughs> イエス」と思ったんですね <laughs> 私にとって「見心」かなと思ったん、ね、で、まあ、とにかく彼女がそれよく祈って祈ってで牧師と相談して聖書からやはりこの外人と全然外人と結婚したい気持ち全然なかったんだ だけど彼女がやはり神様がすっごいこの四つの灯台を通して導いてて結婚すると決めたんですねだからあの時々彼女を言ったんですね「スコット私あなた結婚したのはハンサムじゃないよお金があるからじゃないよ結婚したのは神様はこの人結婚しなさい」と言われる完全従順で結婚しなよというと、ね、もっとロマンティックなことを言ってくださいと言えるんですけれども。<laughs> けれどもあの皆さんやはりもうこの2番と3番のポイントこれ入りますけどね2番と3番のポイントこれ続けていくためにこれが大切ですよやはりこれが主の導きですあメンですか、まあ、2と3はそんなに時間かかりませんですけれども、まあ、とにかくアブラハムが行きましたですね And Abraham Went 神様、Go と言ってそして2番彼が従順で行きましたということですね。で、これがやはり従順です。で、従順、やはりこの皆さん勉強したことあるかどうかわからないけどゆ,ゆっくり12章勉強した方がいいでしょう。何を出たんですね。ここで3つの言葉が出てくるんですね。まず、国。自分の国ですね。そしてその国がヘブル語はエレツという。 表現使うですエレツが The Land。今ユダヤ人でもですね、イスラエルをいつもエレツ・イスラエルですね。だからただの土地じゃない、The Land。自分のエレツ、自分のアイデンティティというところから出なさいと言ったんですね。そして、家族です。先ほど言ったように、やはりその家族がずっと長い、その何ですか、偶像の宗教の文化を持ってて、 まあ安定した家族ですね、もう研究すればするほど、ハランとかその家族、結構お金あったと思うんですね。で彼らがもうこのハランというとこ所を飛行していったんですね。そして自分のウールからハランに行って、それを見ると、その町が結構大きな町だったんですよ。で、自分の多分家持ってたんです。ね、だから安定した家がありましたけど、その家族と、そして父の家から出なさい。 で大体ですね皆さん神様の道で歩もうと行くとどんなに周りクリスチャンであってもやはり従順の犠牲があるんですよこれがクリスチャンライフですねやはりこの今までの人々に頼るかそれとも神様に頼るか不思議ですね私ちょうどホワイトからこっちに来る前にですね学校の先生やっててもうオファー2つがあった もうその一つ結構の,あのハワイの有名な高校からそしてもう一つの私今までやってた高校もうすごい給料出してもうカリア的考えるとすごいだったんですねけどこの日本に来ないかっていうことも同じ時期あったんですねけどやはりあのまあその時まだ二十何歳ですね英語の表現ですけど Young and Dumb ですね若くてアホで、ね。<laughs> あのやはり従順 <laughs> やりましたです、ねまあちょっと終わりにしますけれどもそして最後までですね続けられることが続けるですねこれは3番のもうことですね、まあ、このまたずっと1週間いますのでこの長く続ける長く続けるどれほど大切のかそれあとで皆さんゆっくり話していきたい。 でアブラハムが、まあ、ポイントがこれだけ皆さんやはり入れて7節8節彼がそのところに入って祭壇を作りました祭壇を作ったどうして長く続けたのか、まあ後でのメッセージよく出ていますけれども彼があのこの3つですね神様とすごい親密さがありましたそしてこの2番誠,誠実さもありましたそして遺憾性 ありましたです、ね、この3つがあったんですねアブラハムもよく失敗したイシマエルも作った奥さんがパロに <laughs> 渡したいろんなことあったけれどもやはりすぐ戻って神様とつながってだから皆さん人生もそうですねこの道分かってる時々私離れる可能性あるけれども早くもう一度戻って続けていくのは とても大切です。はい、じゃあ今日ちょっとこれデボーション的に皆さん受け取って、あの2時間目でもう少し牧会的な話に行きたいと思います。まあディスカッションできなかったね、おしゃべりすぎるです、ね。ごめんなさい。はい、じゃあ休憩してください。い先ほど言ったあ,あ金井この顔と会った。 これ札幌にちょうど来る前だったんですねだから結婚したい気持ちなかった全然、はい、<laughs> コーヒーおいしいです、はい、ありがとうございますあのそうですねこのいつも午後のセッションがあのなるべくプラクティカルにいきたいと思うんですね ここであの、まあ、例えば牧会クラスとかこの開拓伝道とかそのために勉強してる人何人いますかアルプスとかいますかはい何人ですね。だから、まあ、と特にあのこの開拓とか教会を立ってる方々のことを考えて今やってるけど全員がそれがあのいつの自分がその開拓者になるか。 他の教会手伝っているか、いろんなことあるんですけれども、けどこれから教えることが逆に立っていると思いますので、あいいと思う。まあ今日あのまあビジョンについてお話し,したいと思うんですね。ビジョンあのやはりこの開拓とく特にリーダーがビジョンがはっきりすることが必要ですね。どこに向かっているか。 分かる必要があります、まあ、今朝のメッセージとすごいつながりがあるんですけれどもで多分木曜日ぐらいこれもっと詳しく話すんですけれどもビジョンは自分のビジョンではないそれをクリスチャンよく間違えた私のビジョンはというもうそれ怖いですね本当の神のビジョンですね神様のビジョンは何だろう で私そのビジョンに招かれてそれに入ることができるだからまあ去年亡くなれた張栄先生のよくね80年代私若い時よく日本に来てたんですねで先生が、まあ、あの時いつも言ったんですね「Pray and obey と」と言って祈れ従い」だからまず祈れ 神様のビジョンをつかみなさい自分のビジョンじゃなくて神様のビジョン、まあ、今日ここであの「Providence」ですね日本語で神の摂理、まあ、すごい神学的な言葉ですけれどもけどこの Providence が衆、まあの御心主の備え主の摂理ですね皆さん多分この言葉勉強したと思うんですけれども 特にこの「墨汰」そして開拓そして伝道のためすごいそれが必要ですねでその Pro「Providence が日本語説理がラテン語から取ってるんですねでラテン語まあ多分このスペイン語とあのポルトガル語がもっと何というか分からないけど似てるかもしれないんですけれどもあのプ,ロプロは「前」ですね プロ、プロ、ね、よく使う、プロナウンとか、プロとかねあの、プロフェッショナル、一番前で走っている選手とかね、そして、ヴデンチア、ヴデンチアは、まあ、実は、ビデオという意味なんです。ビデオ、まあ、その前が見える映像ということです。プロ ビデオ前を見えるということなんですね。でそれがビジョンというところから始めたいと思うんですね。もう現在を見るのはもちろん大切けどリーダーはやはり前も見ないといけないもちろん全部見えないかもしれないけど一番主が願っていることが見えるんですね。私の足のとし火とそして道の光ですね。 その道の道光も見えるんですよ私についてこいこれスコットのビジョンじゃないよ神のビジョンに向かってますので一緒に行きましょうというのはそれリーダーシップの一番大切ですね「Where are you going?」ということですねあのもう今日そのことについてこれすごい墨汗どんなリーダーシップでもすごい助けになりますビジョンと価値観 価値観後で説明します <laughs> あの今週の先週友達電話で話してたんですねで彼があのシンガポールで牧会しているんですでシンガポールがあのうちの、まあ、娘の牧師ですけどその教会があの先生たちも2年間どこにも行かないですねだから教会のメンバーたちが先生ご夫妻にクルーズをあげたんですね クルーズがどっちかというとシンガポールのところから出てどこにも行かない <laughs> もう今でどこにいてはいけないからで行ったら帰ったら大変ので、ね、シンガポールすごい厳しいですねでだからそれで出てぐる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 もうあのいっぱい食べたり遊んだりそしてボロボロ戻るんですねまあというのはクルーズ・トゥ・ノウエア だからもう彼すすごいリフレッシュしたんですね何も考えないどこにも行ってないけど残念なことは多くのリーダーがそのようなクルーズングをしてるんですね楽しいは楽しい食べるのおいしいいろんなゲームができるもうこのクルーズのコミュニティと親しく楽しくしてけど戻ったらどこにも行ってなかったということですね。 まあ休憩でいいけど、けど人生はそれはダメですね。雨ですかはい。だから、あのよくこのジョン・マックスウェルという有名な先生がこう言ったんですね。英語で。If you don't know where you are going, you are sure to get there.Nowhere。英語わかる人わかるんですね。けどこれ日本語で。生き方を知らなければどこにも。 どこにもたどり着けないですね。まあ、英語のちょっと大事例ですけどね。If you don't know where you're going, you go nowhere. じゃあこれ英語の先生で使ってみてください。感動しますよ。はい、とにかくやめましょう。それはい、いきますね。まあ今日の一つのベースで有名な信玄29の18節ですね。幻がなければ民は 欲しいままに振る舞おう。しかし、立法を守る者は幸いであるです。<laughs> アめ。はいあの。その言葉が、やはりこの欲しいままに振る舞おうですね。もう欲しいままにあてもなく、そしてあの英語のせい they will surely perish。もう死ぬですね。 どこに行ってるか分からないただ振る舞う振る舞う振る舞う振る舞いそのうちに死んでしまいます私たちがそのようなリーダーシップではありませんアメンはいじゃあこれもジョン・マックスウェルが言って私あれほど長く使っているのみんなスコット・ダウマが作ってるとうちの教会のメンバーだけど実はジョン・マックスウェル先生が言ったことですけれども英語で言うんですね The main thing is to keep the main thing keep main main is The main thing. 一番大切なことは一番大切なことを一番大切にするこれが私若い時につかんだんですね一番大切なことは一番大切なことを一番大切にするんですねあのそれを通してすっごい自分が助かりましたですねあの何が そしてこれも言いますですね。自分の民を見つければ自分の目的を見つけます。自分の民を見つければ自分の目的もつけますということですねあの。これ全部ビジョンと関係あると思うんですね。私が牧師始まって あの横浜のの教会の時ですね私まずこの札幌の教会そしてまあ新宿新宿シャロン教会あるんですねそこで2年間イナフ・エルマ先生と一緒に働いてまして、ね、彼のもう指示で横浜に引っ越しましたエルマ先生と私同じハワイの牧教会ですねであのでエルマ先生を見たじゃあそれを真似します でその教会まだほとんどいないなですねだからあの一番最初にも,うもちろん日曜礼拝してそして水曜日の聖書研究会も水曜礼拝みたいにしましたそして婦人会も作りましたそして青年会も作りましたそしてもう来年頃聖書学も始めようと思ったメンバー56人しかいないですねバカと思いませんでしたね,ね 私がその時がもう一生懸命家内がちょうど妊娠して子供生まれてだからあんまり協力できて全部自分だけです、ね、だからもう水曜日の夜部屋借りて横浜の,あの横目駅の近くの会館を借りて。 でそこであの部屋全部セッティングして一生懸命準備してあの時コンピューターじゃないですねオーバーヘッドプロジェクター運んでギターとオーバーヘッドプロジェクターですねバックパックとかもう結構マッソーマンになってでもう全部セッティングしてメッセージ準備してもうギターもとか全部やろうとって誰も来ないです誰も来ないですねで最初何で誰も来ない祈ってるんですよ神様何をするんです だから椅子に席をやったんですねもうたくさん椅子が救われましたです、ね、<笑>,笑ってくれてありがとうございますあのけど後で今考えると何ていうばカかですねすごい時間とエネルギーを使ったんですね来るわけではないよまず私人と会う必要あったもっと人とゆっくり会った も,っと弟子もこれ明日もっとゆっくり話します弟子を作る必要あった今いろんな婦人会子ども会もう聖書研究会会会かゆくなってしまうぐらいですねとかもうそれやっとやめてもっと一番大切なことをするようにやはりそれ人を愛するんですゆっくり関係を作るゆっくりと聖書を教えて ゆっくりコーヒー飲みながら食事しながら散歩しながらその時間をとってそれがやってたらどん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 人が救われましたですねまあ人がいればいるほどそうすると整えるようにエキュピングをするためにいろんなプログラムを作るけどけども最初からそれ絶対やってはいけないですねやはり一番大切なことはまず自分の仲間を作らなければならないえ、ね だからその自分もそうだったんですね。私この聖霊を受けた教会に行って、今考えるとですね、それ1980、1980ちょっとないね、74年ですね。1974年の牧師が今でも私の牧会しているんです、ね。今ハワイに住んでいるおじいちゃんけど、そしてその時代の仲間が。 今でも一緒働いてる一人台湾の選挙師一人は大国の選挙師ハワイでいくつの教会作ってるゴアムの教会あるもう50年ですね私高校時代からの友達私連れて行った友達今でも一緒働いてるんですねそしてこのエブリネーションと入ってて私たちもずっと何十年間同じ家族と一緒にやっているとすっごい助かりました、まあ、皆さんそれぞれぞのところは来てる それぞれのもしかしまだ自分の霊的な家族は分からないかもしれないけどぜひその仲間を見つかってその価値観を一緒に持ってそうすると本当もっともっと成功するミニストリーができるんですね大切なことはやはり仲間と一緒にいることですねだから開拓はそうですよ開拓やるのをやはりまずその仲間を増やすように そして一人一人の中でこのあなたが主から頂い,いたビジョンそしてそのあなたから主から頂い,いた霊的な DNA 彼らの中に入れれば入れるほどあとですっごいスピードアップになります。まあ「はばく」これ皆さん勉強してると思うんですけどここで「幻を書きしろせ」これを読むものがもう走ることができるんですねそしてもうそれきちんときちんと書きなさいと。 だから今日あの、まあ、これスキップします私の仲間使っているビジョンちょっと伝えたいですね。ねこれ、皆さん真似しなさいと言ってないんです。ただ、自分のビジョンがはっきりすればするほどあなたが左行かないで右行かないでまっすぐ行くようになります。あの これがよく若い開拓者の失敗あのやはり街に入るんですねでもういろんなクリスチャンから声をかけられるんですね、まあ、私たち今週この特別集会やります来てくれないか参加してくれないか悪いことじゃないよあこの委員会開いてますので一緒にこの委員会やってくれないかあこのような活動をしているので一緒にやってくれないか 全部いいことですよけどやってる間に自分の一番大切なことを忘れてしまうんですよ。あなた何のためにやってるのかこの他のビジョンをねその人のビジョンですよ主から頂い,いたビジョンその人「アーメン祈ります」けれども自分がそこでやってしまったら時間がなくなるんですね。私が横浜に行って、まあ、やっと二十数名ぐらいの教会になったんですね。 やはり東京なんとかクル制度とかこのような委員会とかこのようなミーティングとかこのようにやってくれないかとかでもう音楽できるもののでこのような音楽してくれないかここのリードしてないかとかいろんなありましたです、ね、まあ、聞かれたらやはり自分のアイデンティティがあんまりはっきりしてないだろうあ私のこと好きですか私呼んでるですかだからそこで言ったら満足だるですねけどやってる間に この本当にやるべきことをやらないです。で帰ってきてね、ね土曜日の夜、あ、明日日曜日ですねとか、何めでしょうか。あ、あ、あ,あ、あ,あ、あ,あ、インターネット、あ,あ、メッセージが出た。じゃなくて。やはり皆さん。フォーケスが大事ですね。自分が。もちろん協力ができれば、晴れるよ、協力しましょう。位置を持つのは大事ですよ。ケレルも、まずですね、自分の。与えられたビジョン。 そして自分が与えられた仲間をふあの育ていくのはとても大切ですね、はいで。それをするためにこの2つですね。ビジョン、そあ後で言うんですけど、価値観。ビジョンと価値観。まあ、ちょっとうちの,あの教会、うちのエブリネーションのビジョンをお,お読みしますですね。ちょっとこれを通して、真似しなさいと言ってないんですよ。ただこのような 言葉あるののででどどれれほど私の人生助けらたたかちょっと説明していきたいきすねはい。お読みしますですね。To honor God by establishing 日本、アジア、そして全ての国に、クリスト中心で精霊に強められた、社会的に責任を持った教会とキャンパスミニストリーを立て上げることで、神に栄光を返す、キスですね。これが私たちの、もう、うちの教会の印刷したものが必ずこれが出てくるんですね。だから、これがメンバーみんな暗記するぐらいですね。<laughs> なぜか これがあるからこのものこれが入ってないものが来ると断りしやすいですよあ皆さんやってることいいですけれども私たちとやはりちょっと違いますですねこれが私たち主から与えられた使命ですねわかりますかけどこれがなければ先ほど言ういいと同じう幻がないものがクルージングとノウェアねどこにも行かないだから これ頭の中に入れてですねこの開拓する人たちそしてこれから教会に協力しに行く人教会だけじゃなくてどんなクリスチャン・オーガナゼーションであってもやはりこのビジョンはっきり書くのが必要ですそれすっごい私にとって助けになりましたただかっこいいところコピーライターができるとかじゃなくてこれがフィルターになるんですよそして もう変なところに行かないように助けます。じゃあちょっと説明します。説明しますですね。もうこれが質問が出るんですね。なぜ私たちが存在しているのか。私たちのビジョンステイメが出てくるんですね。私たちが存在しているのは、一番はあの神に栄光を期すためですね。To honor God、ね。まあ、日本語が、日本語を文章を書く一番大切なこと、最後ですね。英語が一番最初。 英語、最初そう書いてある。to honor God。日本語で神の英語にクリだから私たちそれが一番最初のフィルター。何をやっても、did that honor God? これよく使うんですね。<laughs> 若者のいろんな集会やって、変なことやってとか、ーん <laughs> と思ってぐらいですね。けど私、その質問します。 Did this honor God, 神様の栄光を消しましたかいやーちょっとミスしたねですね,ね。それがあのし,つけしやすくなるんですね。私の感情ではない。ね、ただいきなりお前たちはダメやじゃなくてやはりこれが私たちのビジョン。このビジョンとどうですか、ね、すごい勉強になるんですね。わかりますかだからこれ大事です。 これを通して価値観見えるんですね。神様にまず。That's exist why we exist. そして2番、もうあそう書いてあるんですね。これが私たちのすることにすべての一番最高の動機です。それが私たちリーダーいつも教えてますね。ね2番の質問ですね。What do we do? 何をすべきかですね。私たちするのはそう書いてあるんですねあの。教会とキャンパスミニストリーを立て上げる。 これが私たち神が命じられたミネストーリーです、ねまああの。今日あまり詳しく説明しない時間があれば言うんですけれどもこの私自身が大学で神様とよく出会いました。だから大学で高校で学生向きな伝道をいつも私たちがフォーカスをしてるんですね。皆さんそのことをしなさいと言ってない。たただ私たちエブリネーションが やはりそれ神様から来て使命です。ね、他の人がもうあのホームレスに向かってミニストリーをするが神様の使命です。他の人があの例えばもうあの他の国から逃げられてどこかに行く場所がないホームレス,ホームレスじゃなくてレフュージーみたいなミニストリーもある。だから私たちが一番ターゲットが学生です。ね、皆さんもしかしかたら 結婚のファミリーとか分からないけどこれ気をつけてもちろん私幅広く人が救われると受け入れますですねけれどもやはり私たち誰が救われてもですねあなたが私たちの宗から与えられているビジョンが分かってほしいこの教会が学生が来るように大学生が救われるようにそのような音楽を使ってますよ あの時々私の同じ年齢の人たち呼びますね実は私この教会の音楽あまり好きじゃないよと言うんですねけどこの音楽は私のためではない一番大事のはその一番前の数列に座っている学生のため彼らの友達この教会に連れて行きたいそれが受け入れますか受け入れれば一緒にやりましょう大体みんな「はいはいはい」 けどあある時でですすねねったんです、ね、先生の教会行って先生のメッセージ大好きいつもそれ言ってくれる何でも大丈夫いいよいいよという、ね、あの大好きですよ教会も本当にみんな優しいただですっ、ね、て皆さんがちょっと若者やりすぎじゃないんですかという電話があったんで、ねね、見るともう本当お金があった人ですね。 もう本当にいろんなたまを持ってる英語もペラペラ通訳もできるこれから教会に入り込もうけどもっとですねこのの子供向きあの若者向き少しそこ離れたらどうですかとで私が残念ねもちろんそう言わううなかったけどちょっとあ多分ですねあなたはこの教会合わないんじゃないんですかと言ったんですねであ「あなたは悪いじゃないよ」 私たちも悪いじゃないよ。ただ私たちが、What do we do? あなたのために変えられませんよ。We're not going to change for you。ということですね。もうその人は去ってしまったんですね。まあ他の教会で今素晴らしいことをやっているので彼女の道が分かった。ハレルヤ。それが大事ですね。もし私たち無理やりその人のためにやっていたら大変なことになった。 もう一つの例を言うとあの、まあ、横浜の方が分かるんですね横浜すごい国際的な町ですねでフィリピン人ものすごい多いですよで私たちこの EveryNation というグループがあのアジアのマニラの教会が8万人のメンバーがいるんですめっちゃメガチャチャ大きい教会ですね ですごいもう学生たくさん救われるとでそこでもう多くやはり日本に来て働きに来てるあのプロフェッショナルの人何人がいつも教会来るんですねメンバーになりたいですけどもう必ず座ってですねこれがインターナショナルチャーチではないですね私はアメリカ人ですけれどもけど私たちこれが外人のために作ってませんよ もうあなたがそれがよければ多分3秒ほとんど日本語ですよメッセージが日本語と英語両方出るかもしれないけど英語礼拝もないですこの横浜に素晴らしいもうライフハウスのチャーチもあるしそしてあの太郎先生の,あのニューホープもあるとかそしてインターナショナル教会いっぱいあるんです全部そこでもうインターナショナル人多いので喜んで紹介しますよけれどもあなたが一緒に 日本人に届いた日本人に届きたい心ビジョンがあれば大歓迎です日本語を知らなくてもいいよあなたのもう英語を使ってでそれがもう残ってる外国人もすごいあの分かってるんですね時々外国人を伝えてくると外国人に伝えてくる業界ないんじゃないよと言うんですねちょっと厳しいかもしれないけどそれなければ 知らないうちに、特に外人の先生でしょ。教会がインターナショナルチャークになってしまうんですね。で、一般の日本人が入ったら、もう教会にいるのは、教会に行くのは当然大変でしょ。最初の時ですね。ノンクリスチャンがここに入ったら、このような目が大きくて見えるでしょ。けど、ここに入っている外国人ばっかり、英語の世界、もう本当違う惑星に来ているとですね。 だからなるべく人が入りやすくように特に学生が入るようにだから逆にちょっとだけ外国人がいると学生が入るとかっこいいなと思うそのぐらいですよ <laughs> 外人じゃないけど外人もいるんだとでそれが分かりますかそのことでいろんなフォーカスができるようになった助けになりますね What do we do do? だから私たちがやはり教会開拓そして学生に向かってミニストリーをしているんです、ね、でもちろんお父さんを救わお母さんも救われるその人たちのおじいちゃんおばあちゃんも救われるもちろん受け入れる教会家族じゃないと学生が入りにくいよ学生が家族が必要なのであめただ学生ばっかりやったら あんまり良くないでしょ不安定汚いしお金もないし、ね、そしてお兄ちゃんお姉ちゃんお父さんお母さんが必要そのようなビジョンですね、はい、でこの「how do we advance the kingdom」これがもう私たちが3つですねどのように教会のキャンパスミニスティを立て上げるのか私たちがそこで3つの表現を使いましたこれよく考えた 何年間が言ったんですね、この私たちがエブリデーションのリーダーでね。一番は、やはりこのことは絶対言れないといけないんですね。クリスト中心です、ねあの。いろんな表現使うですね。英語で seeker sensitive, non-Christian 中心、uh, believer sensitive ですね、もう信者中心。私はその言葉を捨てて、そうじゃなくてクリスト中心。 何と言ってもどんなメッセージでもやっぱりイエス様が出るんですね。どんな賛美でもただハッピー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 じゃなくてそこでイエス様が出るようにもう本当にクリスト中心の教会とクリスト中心のメンバーですね。で2番はやはりその精霊に強められた。 これよく考えたんですねペンテコステルのバックグラウンドの私たちがもうよく「あっ遺言で祈っの?」と「精霊に満たされたハレロイヤ」と終わってしまう人多いですよそれやってはいかんですね私たちはこの精霊にやっぱりエンパワードですねこの強められて働けるためにですねまあ明日このエンパワーという表現もっとお話ししますけどちょっとだけエンパワーもちろん受けてパワー受けた けどそれだけじゃなくて、エンパワー、もう一つの意味は、特権与えられた。そして責任与えられた。You can do it! やれというような教会です、ね。そしてこの3番、社会的に責任を持つ。これ何年前に入れましたで、ね、最初入ってなかったんですね。けどやはりこれ必要ですね。教会はもちろん伝道も大事です。人が救われる。 けどやはり私たちがその地域の光ですその場所の使用ですいろんなやはり教会がただ自分自分自分じゃなくて自分の町自分の周りの人たちもやはり助けになるように大事です、ね、例えばこの教会がこの町が消えたらみんなはどう思われるんですか、ね、周りの人ああそこで教会あったかそうしたくないですね やっぱりあの教会があったから助けられましたとアメン今ちょうどウクライナの私友達がいるんですね私たちの教会7つの教会ウクライナにあるんですねでその教会があの今全部ドア開いてこの危ないですね本当このビデオを作りながらうーうウうウー聞きながらやってたんですねでそれがやはりみんな家逃げてる人が教会に来て止まられるんですね この教会に行ったら食べられますこの教会に行ったら安心してできるそれが教会ですアメンですか、まあ、皆さんもう,もうやはりあの東北の、ね、地震の時があったとあのすごいもう皆さんの教会もそうだったと思うんですねだからあのなぜそうなったか神戸の時代ですね 教会あまり動い,てなかった動いた教会あったけれどもけどそこでもう日本の教会結構食い改めて2011年の時がもう多分もう一番最初ぐらいに早く行ったのはクリスチャンですねで皆さんの教会そうだったかもしれないですねこっちもそうだったねもうこの進学でそこあの住ま,住まない人たちここで世話してたんですねやはりそれは教会ですね社会的な責任がありますアメン はい、でそれがあの、これはやはり質問ですね、何をするか、そしてどうしてするか、で最後の質問、どこで弟子で教会とキャンパスミニストリーをあの立て上げるのか、私たちはやっぱり日本、アジア、全世界、やはりこの world mission ですね、これが私たちの宣教地ということですが、それがとても大切ですね。はいあの まあ、このビジョンを真似しなさいと言ってませんけどやはり頭の中でそれちょっと考えたらいいと思いますですね。だから、まあ、も,うもう一つ話すですねこれ価値観です。これもすごい助けになります。これ詳しく説明しませんけれども私たちの教会にこのエブリネーションの教会に、まあ、特に日本の私いつもこ,の,この,5あの5つの柱がある。この 5つさえあれば私たちがうまくいきますそしてこの、まあ、ちょっと簡単に説明します一番は主権ですねローディッシもう私たちそこが私たちの価値観ですイエス・クリストもうイエス中心の教会というんですけれどもイエス中心の従っているメンバー弟子も育っていくんですねやはりもう何と言ってもですねあのその 相手に責任を取るようにです。これ僕はすごい助けになりますですね。もう本当ややっっていいけなことるんです昔の私だったら「あんたトラブルがある理由はやっていけないことをやってるよ」「もうアホじゃないですかもうしっかりしなさいよクリスチャンと言ってるのに」とか、ね「その人ごめんなさい」泣きながら全然治れないですね。けど それがクリスチャンでではないですね私たちが何と言ったのは鏡を見せるんですじゃあ私たちやっぱりこの主権ですね自分はこのことについて主権はどうですかとでその人バラ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 う自分の方から言うね逃げる人いるんですけどけどほとんどまず話したいのはやっぱり治りたいから だから私これパン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 攻めるのは全然治らないけれどもうこの価値観やはりこの人救われて最初これこれが私の価値観主権ですねでその主権から離れてる時でもう一度あなたの価値観こうだったねもう悔やるためが早いですそして私先ほど言ったように攻める必要ないですで私感情的にならなくてもいいですやっぱり価値観です ね、私はあなたのために基準を下がりません基準が変わらないイエスは主ですあなたはしもべです、ね、イエスもあなたのジニーではないあなたのポケットの中に入れてるいつでも使えるもうじゃないよ、ね、すごい楽になる誤解価値観ですねで2番は、まあ、電動 これがあの当然ですけど,けど皆さん、教会が大きくなればなるほど忘れてしまうよ。やはりこのぐらい人がいると友達ができたんだ毎日一緒に会って一緒に食事して一緒に食べたり遊んだり祈ったり賛美したり巫を勉強したり楽しいなクリスチャンライフそれ聖書的ではない。ね だから私たちもまだ救われてない人が日本にいれば私たちの仕事は終わっていません。アメンですかだからそのような価値観ですねあなたあなたの家族あなたがもう本当もう上手な人いるよ賜物もの持ってる全然下手な人いますけどけどみんな同じ価値観持ってる伝道ちょっと怖い怖い怖いそれでいいよ祈りましょうあなたが祈ることができる。 そしてノンクリだから前はねあのみんな伝道しろと言ったね伝道の,のギフトがある人たち「やらやらやら、ね」って言ギフトがない人が攻める気持ちしかないですねだから一緒にやりましょう一緒にやりましょう私たちのスモーグループはいつもそうやってスモーグループで伝道しましょうでそれでノンクリスチャンのグループに来るんですねで全然終わって怖い人がただそこで座って誰かいいですよ 一緒に笑ったりとか質問したりとかけど全然そのプッシュしなくてもなめですかそれで伝道ですよ、ね、だから伝道というあの価値観が私たちの教会にあります、ね、時々それに対して注意する必要はあるんですけどね、はい、で3番はあのこれが明日ゆっくり話しますのでただ今紹介しますが「弟子作り」。 まあ伝道と弟子作りある面で同じですけどやはり誰の弟子ですかスコットの弟子じゃなくてイエス様の弟子になるようにそして弟子を作れる弟子になりますですねテモティと書いてあるですね私たちがまあ明日それ1時間ぐらいで話したいですけれどもやはり私たちの教会はただの信者ただの説教あの参加する人じゃなくてみんなは弟子ですみんなは弟子ですね で4番はやっぱりリーダーダ育成これもあ,のリあの明日か明後日もっとゆっくり話すんですけどみんなはリーダーよ、ね、リーダーの賜物を持てる人が「はいそうです」けどあんまり「私リーダーよりついていきたい人です」その人もある面でリーダーよなぜかリーダーは影響力を持てるんですだから静かみんなの前に走ってないかもしれないけどあなたが そののようなどっかに影響力あるのでみんながリーダーで自分がみんなの前で立つリーダーじゃないかもしれないけどそのみんなの前で立つリーダーを育ていく役割がありますよ応援することですねでみんなが「アーメンと言えるんですねで最後やはり先ほれ一番最初写真を見せたのは「家族ですと」とやはりあのこれ二つのことで考える。 一つはもちろん自分の家族ですあのまあ今の時代がもっとこれが当然となっているんですけどねけどやはり私と梶川先生がもう40年前で始まったと多くの牧師特に日本の牧師みんな真面目ですねもう家族を置いといて伝道教会 教教教教会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 でそのような牧師の子供が変になるのは多かったです私一回あのこの日本ですけれども特別キャンプに呼ばれたんですねその,そのキャンプが牧師の子供しか行かれないキャンプですでそのスピーカーするのはやはりその宣教師か牧師の家に育てる人じゃないと来てはいけない 私読んでたんででたすこのキャンプはルール一つもないです寝たくないだったら寝なくてもいいタバコをやりたいだったらタバコをやったらいいですだから行ったとびっくりしたんですねもう本当この子たちを会ったと涙が出るんですね不良が多いですよけどこの仲間がいるから一緒に不良しまし牧師の子どもたちですね もうやってる理由はなんとか自分らしくやってその中で神の愛を回復ができるようにしたけどそれを見たとやっぱりお父さんお母さん今すごい悔やらためてるんですよもう英語ですけれどもね We will not offer our families on the altar of ministryMinistry の祭壇の上に私たちの家族を捧げません ちょっと考えてください。神様の祭壇の上に捧げます。けど自分のミニストリーのために置いておくのは、それが聖書的ではない。クリストが教会を愛したように、旦那様、あなたの奥様を愛しなさいとパオロ。パオロが言ったんですね。子供を大切に育っていく。そうするとですね。 まあこれちょっと言うんですけどね後で出ないから子供を育てる人いますのでねあの私と家内が若い時から分かったのはこれすっごい助けられたのは私の一番弟子は子供です、ね、それをと分かったから私の罪悪感全部消えたあのただの子供じゃないこの子供は 私弟子作りのトップですで結果がもう本当今二人がまあ、私じゃないけど家内ですねもう本当主に使えているんですね。そういう一つですね自分の子供弟子としなさいで2番はやはり家族とティームでやってくださいティームでやってね。だから お父さんが教会にいるお父さんお母さんそして家にいるお父さんお母さん全然生活が違うだったらおかしいですよ、ね、それで子どもめっちゃめちゃ混乱してしまうんですねだから教会にいると家にいるなるべく同じようにそして失敗したらすぐごめんなさいなぜか私たち同じチームですよで楽しいことあるともう子ども家置いておくんじゃなくて一緒に楽しいことやりましょう で変なことあると子供変だと分かってるその話出したらいいですよあれが変だったねとか一番分かってるだから話せれば話せるほどそのあの子どあの中でフラストレーションが消えるのでとても大切ですねだからこの家族は大切ということです、まあ、あのまとめてそして皆さんの方が質問があれば聞き時間をしたいですね あの価値観に気づいているリーダーシップですね。ここ4つのポイントです。It brings peace and security because boundaries are clear. 境界線がもう明らかその確認のであの不安とあの安心感をもたらすですね。やはり境界線ちゃんとあると、いやそうですね。あのバウンドリーがあると私たち安定します。 君が君じゃじゃなくてこれが私たちです、ね、子供はちっちゃい時ですねお父さんお母さん私ダリダリちゃんの家に行ってあそこでこの家よりもっと楽しいこといっぱいあるよとかあのこれもやりたいよとか、ね、これいつも泊まってたはい」聞いて「ダリダリさんはダリダリさんこの家はダウマですお前はダウマですわかりますかはい 時で遊んだらいいよけどこれがあなたの家ですと。でそれ聞けば聞くほどすごい安定するんですね。あどこまで行けるか、どこまで何やっていけないのか、それ分かってたもう教会もそうですね。すごい安定がきますですね。で、あの2番ですね。keeps you from doing things that you're not called to do。自分が召されていないことをすることがない。ま先ほど言ったですね。 もう本当私いろんな委員会入ってましたでどん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 やめたんですねちょっと私評判悪くなったけどね <laughs> スコット・ダウンはすごいもう冷たい人になりましたとか何とか何とか委員会来ないですねとかこのようなグループに入ってくれないのですねとかけど私が本当祈ってですねそのグループやってるのは素晴らしいよ、ね、私もう応援しますけれども自分の時間もいい パルのあのあるの限りでしょだから私がどうすべきかであのもうその成熟したクリスチャンのリーダーでその,そその話やったら全然大丈夫よけど他の人がちょっと責める時もあるんですねそれしょうがないですよ、ね、はいもう2つですねこれがあの「時間とエネルギーを管理するように助ける」ですねあの やはり自分が価値観はっきりしてなかったら自分のビジョンはっきりしてなかったらもういつも疲れた面白いあのストーリーをしますねあの教会が成長し始まったんですねあの、まあ、教会ちょうど11年目ですねもうその11年目まで本当に30人ぐらいですね40人ぐらいなの けど、その十一年目、年目から百、百五十どん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 成長しましたですね。そして、成長している間に、もう自分が忙しい、断ることができない。全部自分で運ぼうとしたんです、ね。で、ある夜ですね、私があの夢を見たんですね、土曜日の夜。で、それ夢の中で、あの時ですね、あのパソコンが今みたいじゃなくて、もっとこの。あの、タイプライターみたいなパソコン、あの。 ワー r ドプロセッサーと言ったね。でそれがあの、私自身が教会の司法を作ったんですね。ン。で、そのボルテンを作ると、作るために、もう記録で、例えばあの時ですね、教会の名前、Grace Bible Church と言ったね。けど間違えた、Grace Bubble Church 入れたんですね。<laughs> けどその記録しちゃった。だから横浜でプシッ、Grace Bubble Church 出るんですね。だからどんなドキュメントでも、 その夢の中でグレースバブルチャーチ、グレースバブルチャーチ、グレースバブルチャーチ <laughs> だからそれ直そうと直そうと直そうと直そう夢の中で、ね、教会のオフェスでそれやっててそのああのちょうど夢の中で私のアシスタントが来たら「スコットテもうメッセージ時間ですよで私見るとまだ下着しか入ってないですね夢だからねはい <laughs> でこのグレースバブルチャーチみんな呼んでるともうあ精いっぱい出て起きてしまいましたですね,ね神様が あなたがやっていけないことをいっぱいやってるよと言ってくださいました。ですね。あなたが司法をやめなさい。<laughs> いろんな人を任せなさい。みんな同じ価値観を持っているので、あなたがやるべきことをやりなさいと言ったんですね。だから、皆さん自分のバブルチャーチを作れないでください、ね <laughs> はい。はい、そしてあのやはり先ほど言いたいですね。人を治そうと、その指導しやすくなるんですね。 本当助かります,です、ね、だからよ,よくよくこれ聞いて先ほど言ったけどね「私たちはあなたのために基準を下がりません」気をつけて立法主義じゃないよ人が神を愛して悔えるために許しとかそれあるけれどもこれが主から与えられたもっとみんな入れるようにもっとやりやすくやるようにとか下がるんじゃなくて 逆に皆さん一緒にここまでいきましょうで勃開しやすくなりますよ本当にでもうそこで本当のあの満足感そのもう本当とフォーフィルメントがきますこれ最後ですねはいもっとディスカッション時間やろうけどあのまた5分ぐらいある皆さんの方から何か質問かコメントありますかはいどうぞ <あ>スコット先生から「あの寛容性」「寛容」多分 NIB のトランスレーター「Normalist なんかすごく学びたくてその先生からその「寛容性」をすごく感じるんですけどこうどういう神様との、まあ、寛容性が身につくってことは多分深く人と関わったり。 そういった経験たくさんあると思うんですけど、こう神様とどういうふうに関わっていったかとか。具体的にどういうことがあって、どういう経験が先生のこの寛容さ。をこう育てていかれたのかっていうのを教えてほしいです。はい、いい、クエスチョンですね。あの、まあ、最初のセッションがちょっと早く終わってしまったんですね。あの、自分の余計なこと言い過ぎたので。<laughs> この。 あの長い間続けるためにあのやはり聖書の中でアブラハムもそう一作もそう約束が与えられてでやっと子供生まれた何十年ですねで最近「サ作」ですね話が出てるけどイサ作神,神様に祈ったんですね「神様子をください」「奥さんが不倫だから」書いてあるでしょ。 神様書いてある面白いですね「神様その祈りを答えました」でそれを読み続けると20年後子供生まれた20年前答えられたけれどもその生まれたのは25年二十何年後ですねだからまあ一つそれですね神様の感覚と私の感覚は全然違うんですねだから 私がこれが約束です。いつ来るか、いつ来るか、いつ来るかというのを人生やりたくないです。やはり、あの本当の人生の成功すること、これ先ほど言うのは忘れた。これ一番ポイントだったのによかった質問です一番ポイントはこれですね。成功するのは幸せではない。人生成功するのは 神を知ることです神を知れば知るほど幸せになる神を知れば知るほど寛容忍耐我慢できるようになぜか自分のビジョンではない神の約束のビジョンねあの何年前あのクリスチャン新聞画報があの インンタビューされたクリスチャ新聞か,どうか誰が覚えてないとにかく来たんですね私にインタビューして教会が聖地をしているのでこの聖書先生どうしてこうなっているとあ今思いますかとでいっぱい自分のどれほど頑張ったかとやめました、ね、でそれ分かりませんと言いたいぐらいですねけど分かったのはね私毎日起きるからです 起きてズボンに入りますそして今日もやる。だから成功してるんです。アブラハムがイサクもパウロもみんながうまくやった理由が毎日毎日毎日「they did the right thing」正しいことを続けてた。そしてただ我慢してなんとかなるでしょうということを若い時それすっごいあったんですよ。 ま、はっきり言うとですね私不整脈もあったもう本当お医者さんに行った時ですねそのお医者さんが「この30年でこのような不整脈が珍しいですねあんだとめちゃめちゃストレスですねどうしてですかどんな仕事をしてるんですか?」と「英会話の先生?」と言いたかったんですね「牧師ですね」とか「なるほど」と言ったんですね。 牧師とか学校の先生とかこのような人の世話をやる人これ多いですよと言ったねそれを聞いたともう神様は悔やらためたんですね私は憩いの水を飲んでいないですねもう神様の前にゆっくりしてないちょうど先ほどトラントブレッシングの時期だったねでそのことで目が開いたんですね衆の中で休みましょうで あのもちろん毎日うまくやってるんじゃない時があるんですけれどもけど先ほど言ったけどね私の幸せは成功とかこれが目標ができたと幸せは神を知るローマの語習書いてあるんですねいろんな知らんいろんなこといろんなことけど最後に神の愛が私の中で満たされてるんだとだから試練が好きです,ですねいはいはいは <laughs> <laughs> いは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 いいい アンサーです。はい、他にいらっしゃいますか。お、終わりしますね。まあ明日またあの一一時間目が一つの人の話をして、で二番目は明日この特にこの弟子作り、特に開拓伝道もうこれがすっごい大切ので。 あのやりりたたいいいと思まますすじゃあ一言お祈りいたします天皇お父様今日の一番のセッションが終わりまして特にこのビジョンと価値観いっぱい話しました「助けてください」そしてアブラハムがやはりこの人生の成功するためやっぱり自分の知る道あのするべき道を知るそれをやる。 そして長く長く長く続けることができるように私たちに助けてくださいイエス様はこは特に六人が卒業するんですけれどもこの最後の一週間本当仕上げをしてあげてくださいそれぞれの人それぞれの家族も祝福してお願いいたしますイエス様皆に何よってなりますアーメンはい以上ですありがとうございます